お待たせ、始まるよ。ハロステ、今回のお相手はアンジュルムの竹内あかりと松本若菜です。ハロステはハロープロジェクトの最新情報やメンバーのちょっとしたパーソナルな部分をお伝えしていく番組です。アンジュルムの新メンバーの松本若菜ちゃんはハロステ初登場なので自己紹介をまずはお願いします。はい、はい、神奈川県出身、中学1年生、13歳の松本若菜です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、アンジュルムにこう加入してからも3ヶ月ぐらい、はい、ね、経ったということで、はい、最初の方はそんなに一緒に活動する、はい、こうなんだろう、期間がなかったんだよね、はい、そうだから本当にこう一緒に活動するようになったのは年明けてからぐらいだよね。本当本格的にこうね、はい、一緒にやるようになってからそうなんですけども、はい、本当に若菜ちゃんはすごい歌が上手で、なんかもうね、すごい、しかも声もとっても綺麗なので、ありがとうございます。いえいえいえ、一緒に歌ってて、はい、すごくなんかちょうどこう、なんて言うんだろう、すごい、私も一緒に歌ってて心地いい感じが、そうするなって思うので、もう本当に今からとっても楽しいじゃないね、頼もしい後輩だなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい。まあ、もう少しね、若菜ちゃんのことを知ってもらうために、簡単な質問を、出していきたいと思うので、はい、今からテンポよく答えてください、はい、ではいきます、はい、メンバーから何て呼ばれていますか。はい、私のことは若菜ちゃんって呼ばれることが多いんですけど、うん、たまにこうおばあちゃんとかって呼んでくださったりすることもあります、うん、はい、じゃあ自分のチャームポイントはどこですか。はい、それはまつげが長いところです。わー、メイクさんとかにも結構、うん、長いねって言ってもらいます。いいね。では続いて、よく話しかけてくれる先輩は誰ですか。そうですね、アンジュルムの先輩方はいっぱい話しかけてくれるんですけど、うん、佐々木さん、うん、アンジュルムの佐々木さんは特に舞台袖とかでも話しかけてくれます、うん、ではアンジュルムに加入して一番驚いたことは何ですか。アンジュルムは普段から常にテンションが高いなっていうふうに思いました。驚いた。はい、驚きました。もう常にこんなにずっと楽しい雰囲気で、うん、こんなにすごかった。はい、では最後に、ぶっちゃけ私竹内あかりのことどう思っていますか。はい、竹内さんは私のこの MC とかの、うん、こうするんだよとかって言ってくださったりもするし、でも面白いことを言って楽しませてくれたりもするので、すごく一緒にいて楽しくて安心する存在だなって思います。ありがとうございます、はい、ということで、まあね、いくつか質問しましたけども、はい、チャームポイント、はい、まつげが長いって、はい、でも本当に長いよね。これさ、ちょうど私今横から見てるんですけど、本当に長いからすごい羨ましいです。はい、結構マス、ビューラーとかする時も結構しっかり掴めるんですよ。あ、って気をつけてね、ビューラーやるとまつげ切れちゃう時あるから。あ、そうなんですか。そう、私は何度もまつげがね、半分ぐらいになった時あるから。そう、そう、必死にこう伸ばしてる。はい、気をつけてね。気をつけます。はい、そしてよく話しかけてくれる先輩はリカ子、佐々木リカ子ちゃん、はいはい、ということで、どんなことをこう最近は何か話しました。最近はこの前に大阪公演があったんですけど、うん、その時にたこ焼き食べて帰りたいなとかっていう話をしてたりしたので、うん、私大阪に住んでたことがあるので、うん、ちょっと大阪の話とかをしたりしました。うん、おー、はい、いいですね、はい、そっか、大阪に住んでたことあるんだもんね、はい、美味しいさ、はい、こうたこ焼きとかなんか知っての作り方とか。タコパって多かったです。あ、本当、今日タコパ行こうみたいな感じで言ってる子も多かったです。タコパね、そうしたことないな、タコ焼きパーティーいつかね、はい、アンジュルムみんなでね、はい、やりたいです。できたらいいですね。はい、はい、ということでですね、今回は、新加入の松本若菜ちゃんと私竹内あかりでお送りしていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。一人でジュースジュース、フライファクトリー、ハロープロジェクトのメンバーになろう。待ってるよ、締め切り迫る。まずはこちらを見ていただきましょう。ハロープロジェクト2021ウィンターステップバイステップから
1曲ご覧ください。どうぞ。現在ハロープロジェクト2021ウィンターステップバイステップで全国各地を回っているわけですけども、まあ、若菜ちゃんにとっては初めてのこうツアーっていうね、はいはい、ライブツアーっていう形ですけどもどうですか、はい、実際回ってみて。そうですね、やっぱり今まで行ったことのない都道府県とかにも行くようになったので、うんうん、あとはやっぱいろんな会場でパフォーマンスができるので、もうどこ行っても新しい会場っていう、初めてのっていう、うん、そうだよね、ところなので、今すごく新鮮で楽しいです。緊張とかしない？普段から。そうですね。緊張はするんですけど、うん、舞台袖のこれから出るぞって時まで緊張して、ステージに立つとそんなに緊張しない。うん、本当、はい、楽しめてる、ちゃんと。はい、すごい、ね、いいことだと思います。私もまあ、今回こういった形っていうのが、まあ、いつものハロープロジェクトのコンサート毎年こうやらせていただいているライブとはまた全然違った形にはなってるので、まあ、そういった面ではすごく新鮮な気持ちで楽しんでやってるんですけども、こう他の私たちはグループ4、はい、でそうあのアンジュルムの5人とあとはビヨンズの子たちと一緒に回ってるんですけども、その今までこうビヨンズのメンバーとそんなにたくさんお話しすることもこうあんまり多くはなかったので、話してこなかった後輩のメンバーともたくさんこうお話しする機会が増えたので、うん、そういった面ではすごくなんかあ良かったなって思いますね、はい、なんか仲良くなれた気がしてそう私もすごい良かったなと思います。
全国各地回っていますので、お近くの際は会場でお会いしましょう。ハロープロジェクト2021ウィンターステップバイステップの模様をご覧いただきました。今日はゆっくり過ごそうよ。アンジュルムの竹内あかりと松本若菜がお送りしているハロステ、ここからは少し2人でお話ししていきたいと思いますけども、一問一答形式で一緒に答えていきたいと思います。はい、それでは一つ目の質問です。毎日必ずしていることはありますか？はい、せーの、じゃん。水を2リットル。寝る前に1日を振り返る。おー、ということですね。私はこう水を2リットル毎日飲むように心がけているんですけど、その2リットル飲むとこう、なんだろう、美容にもいいですし、あとは単純にこう最近よく、いろんなところを釣るようになって。あ、そうなんですね。そう、足とか釣ったり、昔に比べて、すごいなんか釣っちゃうなって思うことが多くなってきたのね。だけどこう2リットル飲むとそれが解消っていうのかな、そんなに、そう、釣らないから。だけど逆にその全然飲まない時はやっぱりみたいな。あ、そうなんですね。そんなに、そう、時がね、まだあれ何歳今？13歳です。13歳で釣る時は釣ります。結構寝てる時に釣るの多いんですよ。わかる。そう、私もね、若い時って言ったらあれなんだけど今でもね、一般的に見たらそれは若いですよ、私だって。はい、そうだけど、こう10代前半の時は寝てる間にこう、なんか疲労がすごい溜まって、ライブの後とか、そう足釣っちゃったりしてたんだけど、はい、あのね、そういう釣るのとはまたね、違った。そうなんですね。はい、だから10年後とか気をつけて。はい、わかりました。そう、水いっぱい飲んだ方がいいよ。水いっぱい飲みます。そう、2リットル飲むと、はい、大丈夫だから。はい、心がけてみて。はい、2リットル頑張る。10年後で大丈夫。そうです。恥ずかしい、なんか。はい、若菜ちゃん、どうですか？私は寝る前に1日を振り返るっていう。すごいね。はい、小学生ぐらいになってからは1日を振り返るようにしてて、でも振り返るって言っても、その日、あ、今日何食べたかなとか、明日早く起きれますようにとか、そういうすごいちっちゃな些細なことなんですけど、ちょっと1日を最後に寝る前に少しこう考え、振り返ってみるっていうのを必ずしてます。すごい。ちなみに昨日は何を振り返ったの？昨日はですね、今日のこのハロステの撮影が、とても楽しみだったので、でもうまくいきますようにとか、あとは昨日ご飯食べて、あ、美味しかったなとか、そういうことを考えて寝ました。素敵。もう拍手。はい、もう今日本中が拍手してる。ありがとうございます。さんの発言にもうこれ破りたい私今。何がつるだよね、もうしっかりしろって感じですよね。失礼しました。はい、じゃあ2問目に行きたいと思います。はい、2つ目の質問です。はい、この1年で発見したおうち時間の楽しみ方は、はい、ということです。はい、じゃあ行きますよ。いくよ、せーの、じゃん。はい、アニメ、料理。おー、はい、なんかさ、はい、私の方がなんかちょっとさ、なんかね、大人じゃない？若菜ちゃんの方がなんか発言が、ちょっと私の方がなんかこう文字だけ見たらさ、水飲んでアニメ見てる人ってもねえ、恥ずかしい。はい、まあいいや、そう、説明します。はい、まあそのままです。私は、はい、そのおうち時間いる時に、はい、もうアニメにドハマりしちゃって、はい、基本的にでも見るのはっていうか見たのは、はい、少年漫画とか、あ、そうですね。はい、そういうののなんかアニメ化されてるやつをたくさん見たりしたんだけど、はい、もうハマりすぎちゃって、はい、こうどうしてもなんかもう寝る間を惜しんでも見たいっていう、はい、そう、よくないんだけどね。アニメはやっぱ続きがどんどん見たくなりますよね。はい、だからもう一日中朝起きておはようスタートみたいな感じ。はい、はい、でそこもずーっと見てて、はい、もうお風呂入ってる時も湯船に浸かりながら見てたりしてた。はい、ああ、いいですね。一日中あっという間に一日が過ぎていきましたね。はい、なんか本当何十話もあるやつを2、3日で見終わったりとか、もう一歩も本当に外に出なかったね。ああ、でもそれめっちゃいいじゃないですか。本当？なんか充実し、なんか
いや達成感ないですかその日なんかある終わった時に。そうだから最後まで見終わった時にたすごい自分こんな何十話もあるやつを、はい2日3日で見終わったって、はい、多分私ぐらいだろうなって思ってすごいなんか勝ち誇った気分になるんだけどでもその最後まで見終わっちゃったら、はい、次どうしようっていう急なこうなんだろう心にぽっかり穴が開いた感すごいなんかね次のあのハマるものを、はい、が見つかるまでのすごいね、はい、寂しい気持ちはねあすごいなんか辛かったあそうですねそう、はい、っていうお話です私は、はい、若菜ちゃんどうですか、はい、私は料理なんですけど、うん私は小学校の時はお菓子作りが好きだったんですよ、うん、よく母が作ってくれたのでそれから私も作るように、まあ、バレンタインとかをきっかけに作るようになったりして、うん、そうなんですけど、うん、でも中学生になってからは料理に移るように移り変わって最近はその一汁三菜っていうのを意識してこう料理するようにしてますすごいちゃんと作るのその一汁三菜をなんていうのそうなんですだって私さそんな言葉使ったことないわけ、はい、しかも中1でしょはい中1でまず料理するってすごいねでちゃんとそういうさ、はい、やつも考えてるでしょはい、はい、すごいね、はい、何をなんかそう作ったのなんか一番うまくいったやつとかある一番うまくいったやつ、うん、お肉系もいいんですけど、うん、一番なんか達成感があったのはあのアジの南蛮漬けを作った時ですあの三枚おろしはあの母にしてもらったんですけど待って待って笑ってるけど私全然光景がさ浮かばないその料理の全然どういうやつか分かってないからさ、はい、難しいものを作るんだねはいすごい達成感ありましたその時はへー、はい、だそうです、はい、私も頑張りますそれでは3つ目の質問です一日だけ他のお仕事ができるとしたら何をしてみたいです。はい。せーの。じゃん。飲食店。ケーキ屋さんです。おお。はい。これはもうなんか可愛いね。はい。そうです。って感じ。はい。安心したちょっと。私はこう飲食店のホールで働いてみたくて。はいはい、うん。まあ、そもそもそうなんかバイトとかもやったことなかったからそ う, です、ね、そうだからこう友達とかが、はい、こう飲食店で働いてる時に、はい、こうなんか出してくれ私がその頼んだメニューとかを、はい、なんかはいお待たせしましたみたいな感じで、はい、そう持ってきてくれるのがなんかすごいなんか、はい、あのいいなって思って憧れですよねそうで、はい、しかもなんかそれを友達に出すっていうのがなんかすごいなんか憧れてて、はいはいいやでも竹内さんすごい似合いそうです本当にはいなんかお水とかいっぱい持ってっちゃうお部屋お次しますみたいなすっごいやりたいそういうのはい一日だけでもいいかやってみたいですねあそうなんですね、うん、はい私はケーキ屋さんです、うん、私はケーキは食べるのが普通に大好きなんですけど、うん、まあそのさっきも言ったようにお菓子を作ってた時もあったので、うん、まあこうケーキ屋さんでこう働いまあやっぱ見るのも好きなんですよやっぱケーキって見てるだけでも、うんね、あ綺麗だなってなるので、うん、まあそれが自分が作ったケーキがこうショーケースにわーって並んでたら、うん、一日ずっと幸せだろうなと思って、はい、ケーキ屋さんになってみたいなって思いますそれでは最後の質問です今の一番の夢は何ですかいきますよはいせーのじゃん個展立派にステージに立つですおーこう私はねあのずっと掲げてる目標があるんですけど、はい、こう私は書道が得意なので、はい、そうだからあのいつかこう自分のこう作品をこう展示して、はい、こう個展を開くのがすごい夢で、はい、そう今年は叶ったらいいなって思ってます、はい、竹内さんの字はやっぱりすごい迫力があって、うん、すごいかっこいいなって思うんですよ嬉しい絶対開かれたら行きたいなって思いますいやぜひ見に来てください、はい、楽しみにしておきますはいじゃあ母ちゃんどうですか私は立派にステージに立つです、うん、まあ今はあのハロープロジェクトのコンサートで、うん、今全国各地を回ってるんですけど、はい、まあいつかはアンジュルムの単独コンサートをやってその時にもう堂々とパフォーマンスできるようになりたいなと思って、うん、夢です楽しみにしてますその時をはいはいということでまあいろんなね、はい答えがありましたけど、はい、ちょっと前半ほんと私ヒヤヒヤしたなんかあまりにも若菜ちゃんの回答が大人すぎてこうなんかこの回答だけ見せたら
なんかどっちが23歳どっちが13歳の回答だってやったら絶対に逆だと思うんだよね。そうだからすごいヒヤヒヤしたんだけど、私も、はい、お母ちゃんに負けじと大人っぽく頑張っていきたいなというふうに思います。はい、はい。楽しんでる？続きも見てね。続いてはハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくハロステチャレンジ。今回私たちが挑戦するのはあいうえお作文です、はい。自分の名前を使って松本若菜ちゃんの紹介文を作ってみたいと思います。はい、自分の名前を使ってたからね。そうですね、私は若菜で作ります。そう、私はあかりを使って
若菜ちゃんの紹介文、私の紹介文、はい、はい、作りたいと思います、はい、じゃあどっちが先にやるか、はい、じゃんけんする、じゃんけん、はい、じゃんけんで勝った方が先に発表しようか。はい、わかりました。最初はグッ、じゃんけんぽい、はい、よいしょ、はい、勝ちました。竹内さんが、私が先にやります、はい、それでは竹内あかりさんのあいうえお作文です。では竹内あかりのあ、明るく元気で。竹内あかりのか、かわいい若菜ちゃん。竹内あかりのりリーダーもメロメロです。全部つなげると、明るく元気でかわいい若菜ちゃん、リーダーもメロメロです。そういう作文を作りました。はい、あいう作文か。はい、はい、これはまあもうそのままです。いや、ありがとうございます。若菜ちゃんはすごいなんか楽屋でもなんかその新メンバーのその3人、アンジェルムの新メンバー3人で喋ってる時はすごいなんか明るくて元気なイメージ、はい、ありがとうございます。そう、いつもニコニコしてて、そうで、しかも本当にね、こう今までだったらこうアンジュルムのメンバーだったら、はい、私も結構小さい、身長がね小さい方に含まれてたんだけど、はい、こう若菜ちゃんはもうもっと小さいから、はい、もうなんかもうサイズ感も可愛くて、もうなんかもう全てが可愛い、そうな感じで、もう、はい、はい、こちらあかりのりです。よかったりがあって、そして今リーダーでよかったと心から思いました。リーダーもメロメロです。はい、ありがとうございます。はい、なんか最初さ、はい、私の名前でさ、はい、なんかやってるからさ、なんか自分のこと言ってみたいのめちゃくちゃ恥ずかしかったの。私のじゃないないと思いながら、そうやりましたね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いては松本若菜ちゃんのあいうえお作文です。松本若菜のは、はい、わっと驚くくらいに。松本若菜のか、かなり見た目は子供だけれど。松本若菜のな、よいしょ、はい、中身はしっかり者と言われるよ。それでは全部つなげて読んでみてください。はい、わっと驚くくらいに、かなり見た目は子供だけれど中身はしっかり者と言われるよ、です。はい、なるほど。はい、まあこれはさっき竹内さんも言ったんですけど、うん、やっぱりこのハロープロジェクトのコンサートをやってる中でも、うん、いろんな先輩方にやっぱ会うんですけど、うん、どの先輩方に会っても、へぇ、ちっちゃいって、なんか、え、こんなにちっちゃいのって言われる、うん、ちっちゃいのは分かってたけど、ね、見たらも思ってたよりちっちゃかったって言われるので、うん、でもしっかり者だねって言ってくださることが多いので、うん、今回こんな感じかなって、はい、自分の紹介も。すごい、はい、私も言ってみたい、なんかちっちゃいしっかり者ですみたいな。かけ離れた感じですけど、いやー、そんなことない、私はちょっともう今日はね、たくさん若菜ちゃんを見習う部分ありました。はい、ということで、はい、ハロステチャレンジ、今回はあいうえお作文に挑戦でした。見てるとなぜか涙
明日も頑張りましょう。アンジュルムの竹内あかりと松本若菜がお送りしてきたハロステ、そろそろお別れのお時間となりました。さあ、まあ、今日ね初めて、はい、若菜ちゃんはハロステ登場しましたけども、はい、どうでしたか？そうですね、竹内さんとたくさんお話ができたのですごい楽しかったです、うん、あ、はい、よかったです。もう私も、もうでもきっとこれをね、あの見てたらわかると思うんですけども、こう若菜ちゃんのこのしっかりしたあのもう素でしっかりしてるから、はい、本当になんかあのきっと今後私はたくさん若菜ちゃんに頼ると思います。もう本当にね、いろいろ若菜ちゃんからこう学ぶことも多いので、はい、私もね精一杯リーダー頑張っていきたいなというふうに思いました。はい、はい、ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。今回のお相手はアンジュルムの竹内あかりと松本若菜でした。さよなら。さよなら。